未来があるからですね。やはりまあ、すんなりチェックインできるお客さんもいれば、やはり少しロボットということで、まあ、立ち止まってしまわれるお客様も実際にいらっしゃったんですけれども、快適なホテルライフをお楽しみください。違いがなければそれではお荷物を乗せてチェーンをおかけください。受付の女性の方は、まあ、受付のロボットとしては、まあ、ふさわしいということで、まあ、当たり前の、存在なんですけれども、逆にそれを2体置いてしまうと驚きというか、それサプライズがなくなってしまいますね。まあ、恐竜にその受付をさせたら面白いんじゃないかというちょっとご提案をさせていただきまして、やはり変なホテルということで変化していくというのが大前提にありますので、